はい、こんにちは。FT イメージの藤田です。今日はね、買っちゃいました。リック応援です。はい、というわけで、今日はね、まあ、サムネにもある通り、初めてのね、リック応援です。悩んだよ。定価はね、なんと10万。え？マジ？ちょっと頑張った。いきましたね。10万の。でも、セールで 30% オフの7万かな。買ったのは、カーゴポッツ。リック応援の短パンだね。へぇー。で、まあなんで数あるね、リック・オーエンスの中から短パンをチョイスしたかって話は、まあ一旦さておきまして、まあざっくりだけね、リック・オーエンスってブランドがどういうブランドかだけを、まあ僕もまだ初めてなんで、まあ僕の調べた情報だけを一旦提出するんですけど、まあリック・オーエンスってのはもちろんリック・オーエンスさんが作ってるブランドで、できたのは1997年。お、最近ですね。にできたブランドで、でも価格はかなりもう高いね。全部。それまでその人が何してた人かっていうと、もともと最初は、アートの学校に行ったらしいんですけど、これを中退。で、その後に、いわゆる服飾学校に行って、カッティングとパターンの勉強をして、まあ一応服を作れるようになったわけですよ。で、その後に、まあ調べた情報によるとですよ、まあ詳しい話はもっと他の YouTuber から見てもらって、ファッションに専念したいってことで、アパレル会社に就職したらしいんですよ。アパレルのいわゆる作る方ですね。で、一説によると、ハイブランドの模造品を作って売ってたらしいです。まあ、一説によるとね。はい。でね、その後に、ミシェル・ラミーっていうデザイナーさん、その後、奥さんになる方なんですけど、この強烈なミシェル・ラミーさんの、元で、働きます。これが8年ほど。で、8年と16年の下積みを積んだ上で、1997年に、ついに、リック・オーエンスを発表するわけですね。で、リック・オーエンスといえば、まあ、結構いろいろ代表作もあると思うんですけど、まあ最近本当によく見るので言えば、まあ、ジオバスケット、まあハイカットスニーカーとか、ラモンズとか、まあこの辺はすごいよく見ると思うんですけど、なんで僕がね、この中でも短パンを選んだかっていうと、僕ね、この毎年夏になると短パン欲しいなと思うんですけど、やっぱこの夏って一瞬じゃないですか。で、やっぱ夏って暑いからあんま外出たくないんですよね。そう思ってたらもう夏が終わり、今年も短パン買えなかったかと。リック・オーエンスといえば、やっぱりこのデザインがほぼ変わんないじゃないですか。これって、まあ、2021の SS 出てたけど、2022の SS も出るわけですよ、これって。で、じゃあ何が違うのかって言ったら、素材。ポリエステル 100% で、まあ、結構ガシガシ履ける素材を買いました。一緒に売ってたのは、スイム素材みたいな、スイムウェアみたいな素材のめっちゃプルプルのも売ってたんですけど、僕はこういうのちょっとテック素材というか、ガシガシ系が好きなので、まあこれにしたんですけど、まあ何年もデザインが変わってないブランドなわけですよ。これは今買っとけば、まあ来年も再来年も着ても、まあ古くならないし、まあ一生履けるパンツを買ったわけですね。で、この短パンという毎年悩める、ね、存在を、もうこのリックオーエンスという、まあ一個バチッとしたね、もういいやつ買って納得させようと思って。この中で僕リックオーエンスをまあ買うにあたってと。で、買ってからもちょっといろいろ調べて、今さっきの話もしたんですけど、このリックオーエンスさんってすっごいまあモードなブランドなわけですよ。日本だったらコムデギャルソンとか、幼児山本とか、まあ伊勢宮家とかもそうかな。まあでもこの2強がいて、モードといえばさ、まあコレクションとか見てて、え、何やねんそれ。果たして本当に売るんかいと。で、どう着るんじゃいと。もう結構いっぱいあると思うわけですよ。うん、あるね。でね、このリック・オーエンスのコレクション見たら、結構ね、なんじゃそれというのはちょこちょこあるんですけど、このリック・オーエンスさんって、まあ、モードブランドを代表するくせに、モードなんだけど、コレクション発表においても、普段着モードってのを、提唱してるらしくて、まあ、リック・オーエンスといえば、まあ、全身リックみたいなガチガチのリック系の人結構見ると思うんですけど、それもすごくかっこいいと思うんですけど、まあ、僕はなんせこれ、1個しか持ってないんで、まあ、普段着にね、履くしかないわけですよ。なんで僕が持っている他のアイテムと組み合わせてリックをね、ナチュラルに履きたいなと思ってます。はい、一つ目のコーデは僕の好きなブランドアリックスを選んだりしたコーデになってます。特殊なこのサルエル具合も素材感がこのすごいアリックスっぽいかなと思って、まあかなりハマってんじゃないかなと個人的には思ってます。でドローストリングスもこのリックオーエンス特有のいいんじゃないかなと、ワンポイントに。ただこのサルエルのこのやっぱ具合が足が開かないんですよね。階段はこう登ります。はい、2つ目のコーデは僕が以前古着屋で見つけたダブルのね、肩パッドジャケット。結構時代を感じるアイテムなんですけども、この特殊さが逆にこのリックの雰囲気に合うんじゃないかなと思ってコーデしてみました。で前を締めてこういう風に着てもちょっとまあ異様感が漂うというか、リックっぽいんじゃないかなと思ったりしてます。リック初心者です。で、この中に着てるのはユニクロとプラス J のシャツなんですけども、この色味とこのテロッとした素材感、
なんかすごいハマってませんか？ちょっとおすすめです。はい、以上こんな感じで僕の2コーデでした。これプラス J のユニクロの繊維のシャツなんですけど、なんかこうやって着たらなんかすごいリックと相性良くないですか？色味とかこのアイスブルーグレーみたいな色、こういうのもいいかなと思って、初めにこのカーゴポッツ買ったんですけど、まあもう買ってね、履いた感じとしてすごく最高、もう本当に最高って感じでまあどんどんこのリックをちょっとね集めていこうかなと思ってて、まあ次はまあちょっと定番にジオバスとかちょっと買ってみたいなと、ちょっと男っぽい強そうなアイテムが好きなので、まあこんな感じでリック初心者のファッション動画でした。僕ら他にもファッションに関する動画をいろいろ出してますので、もしよかったらコメント高評価と、あとはチャンネル登録だったりね、お願いします。ニコニコありがとうございました。お洋服に関する知識やコーデ、新しく発売される注目アイテムなど、さまざまな方面からファッションについて動画出してますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録がそれがいいことしかない。俺のお母さんが好きだけど、チャンネル登録したらお母さんから毎月たくあんの1枚給料めっちゃ上がる